はい、こんにちは、ポップです。エフェクトチャンネル3月21日土曜日。今回は週末スペシャルということで、5ドル円の中長期的な目線からの解説をしていきます。 いつものデイトレの解説とは違いまして、少し長めの時間軸の解説も取り入れていきますので、よろしければね、スイングトレードにも活用できるように使っていただければと思います。それでは早速5ドル円のチャートを見ていきたいんですが、その前にね、前提条件としまして、金曜日のマーケットのね、クローズ状況を見ていきたいと思います。こちらのサイトをご覧ください。 え、いつものね、世界の株価の、サイトでございます。ニューヨークマーケットね、ニューヨークダウンに関しましては、結局はね、よりき直後は上昇して、2万ドルを回復していたんですが、最終的には2万ドルを大きく割り込みまして、前日比マイナス913ドル。そして、え、終値は19173ドルということでね、約4.5%の下げで終了したというところでございます。え、結局はね、リスクオフの動きのままね、終了したというところで、10年もの 国アメリカの長期金利もですね下落方向、そして原油の方もね一時期28ドル、1バレル28ドルまで上がったんですが、大きく、ね、値を下げて終わるという形で、少し後味の悪い、えー、まあ、 クローズをね、迎えたというところでございます。基本的にはね、ドル円相場は少しね、こういった相場とは相関がないんですが、ゴードルに関しては今お話ししたような株式市場だとか、原油相場、商品市場ですね。そういったものと連動して、為替の方は動いているということで、もちろんね、株式や原油が下がればですね、ゴードルの方が下がるというような相関がございますので、まあそれらをね、前提に、この解説をね、聞いていただければと思います。 それではまず60分足、1週間のね、時間軸のチャートをご覧ください。 まずね、先週の金曜日のクローズに関しては、大体67円ぐらいでクローズしたんですが、月曜日明けた早々ですね、大きなギャップダウンということで、65円ぐらいまで下がるというところがございました。結局はね、その先週の金曜日が一番の高値だったというところでね、1週間を通じて、ほぼほぼ下落トレンドが前半戦は続いていたというところでございます。移移動動平平均均線線は右下下がりそそしてその移動平均線付近でレジスタ を食らいながらね平均足のチャートは下げ続けておりましたそしてこの64円でね何回かサポートが1 1回、2回と入っていたんですが、3度目の正直で下抜けをしてしまってからはですね、大きく木曜日の段階でオーバーシュート、63円も割り込み、62円を割り込んだところでね、一気に60円を割り込むというねビットレートで下げがあったというところでございます。さすがにね、それは下げすぎだろうということで、木曜日の後半戦からはですね、こちら、東京マーケットに入ってからでございます、東京マーケットが終わってからでございますが、少し買い戻しが入 入って一旦は移動平均線付近まで戻るそして62円付近でですねサポートが入ったことを確認しますと一気に65円ということで木曜日はねなんと値幅としては60円から65円を超えるという形でねかなりのボラティリティを記録したというところでございます。その後調整を受けながらも 一旦、ね、右肩上がりに上がった移動平均線のサポートを受けて再度高値を、ね、つけるということで65円を超える場面もあったというのが金曜日の前半戦でございますただ先ほど解説した通り最終的にニューヨークマーケットニューヨークダウを中心にです、ね、原油も下げましたので64円付近で、ね、クローズを迎えるという形で少し、ね、なんか下がりそうな形で終わってしまったというのがこちらの5ドル円の印象でございます、まあ、最終的には、ねこの の土日にどのような動きがあるかというところで、えー、こちらね、64円付近でスタートするのか、まあ、ギャップダウン、ギャップアップして始まるのかというところがありえますが、少しね、えー、これから土曜日、まだまだね、ニュースがあると思いますので、そちらに注目しながらも、持ち越しの方はね、えー、まあできれば避けましょうというお話をしておりましたが、えー、皆さんね、レバレッジの方は十分に持ってトレードをね、望んでいただきたいということでございます。これからね、ちょっと方向性のお話をしていきますので、4時間足のね、約 1>, 約1ヶ月間の時間軸をご覧くださいこちらがね、えー、約、えー まあ、時間軸としては1ヶ月なんですが、2月の下旬からの動きということがございます、えー。当初はね、74円を超えている場面もありましたが、もうひたすらね、下落トレンドが続いておりました。コロナウイルスの感染拡大によりまして、アメリカの株式を中心にね、下げ続けたというところを受けまして、移動平均線は右下下がり、そして移動平均線の下側でね、トレンド転換が起こる。たまに超えるところもあるんですが、ボリンジャーバンドの上限下 もしくはね移動平均線付近でいっ一旦はね、オーバーシュートを迎えたかと思われたこの64円付近でございますが、これもね、じりじりと値を下げるような形で、再度64円、こちらをね、割り込んでしまった時には、ビットレートで60円を切るというのはね、先ほど解説した通りでございます。ただね、週末にかけて、一旦は移動平均線を上抜けしましたので、64円付近にある今移動平均線を円付近にある今移動 平均線ね、ちょっと調整局面でここまで戻しているところでございますが、この64円というところは大事なね、えー、ラインかなという形になっております。えーっとえー、まずね、えー、この移動平均線が今、64円ぐらいで、えー、四字間足のところは推移しているというところと、あとね、えー、前回のこのサポート。 ですね、この辺りですね、こういったところが再度機能するかというところが試される水,位でござ水準でございますので、64円をまずね、サポートが入るか割り込むかというところで、大きく今後の方向性が変わるかなというところでございます。もしね、上回ることがあればですね、当面は66円というところで、ボリンジャーバンドの上限があるところと、直近の、ねまあ、レジスタンスも入りやすいという形なので、65円を超えた66円ぐらいね、そういったところが上限の目どと という形になります逆にね、えー、移動平均線割り込んでしまった場合64円を割り込んでしまった場合は、まあ、オーバーシュートの60円の水準は分かりませんが、まあ、62円ぐらいまでね、えー、こちらの下落というのは十分にありえるかなという形になってきております。 個人的なね、これは全くの予想になってしまうんですが、これからね、株式相場が難聴なところがね、推移されると予想されますので、まあ、それに合わせまして、どちらかといえば、私の個人的な見解ではございますが、移動平均線を再度割り込んでしまって、もう一度ね、2番底といいますか、まあ、60円までいかずとも62円ぐらいを目指す展開になろうかと思います。それはあくまでもね、64円を明確に割り込んだ場合というね、前提がつきますが、 このままね大きく上昇局面に乗って回復するとは到底思えないかなというところでございます。まずね金融市場が乱れたところがあったんですがこれからねコロナウイルスの感染拡大によりまして実体経済 今、人、物、金の流れがですねかなり鈍くなってきているという形になります。4月以降の経済指標は、まあ、3月のねところ、例えば雇用統計に関しましても、4月の発表というのは3月からの雇用,3月の、ね、雇用統計の発表という形になりますので、これからそういった経済指標がね遅れて悪い数字が出てくるという形になりますと、株式市場が今ねそれを織り込んでいるかというと、まだまだ十分に織り込んでいないかなと、個人的には思うところでございます。そうなればねまず金融 市場の乱れで下げた後にですね今度は実体経済の経済指標が出てきた時に大きく下げる場面が出てくるんじゃないかなというところを受けましてまあ、このままね上がるというところよりもどちらかといえば円高方向株式や原油相場がもう1回下げてですねこの62円から60円を目指すような展開になるんじゃないかなというのがね私の予想でございますまあ、もちろんねそれにならない可能性もありますがそうなった時にどのような行動をとっていくかそういったところをねこの土日にイメージしていくのが大切だ と思いますので一緒に考えていきましょう。一日あな四時間足よりもね長い日足の方をご覧いただきましょう。はい、日足の方はねかなり下落がね進んでいるというところが見受けられます。 移動平均線と平均足のチャートがかなり乖離をしておりますので、まあ自立反発ということでね、えー、引,き引き続き、えー、上方向に上がる可能性はあるかもしれません。ただここからね、ベドルの特殊事情を続き、あの、まあ基軸通貨としてね、特殊事情で今買われてるというのはありますが、豪ドルに関してはまだまだ買いが入るのがね早い、早い状況かなと思います。となればね、多少の反発はあるものの、 今回でこちらが大底というのは考えにくいかなという形でございますので、まあ、冷やしベースでね一旦はサポートが入って上方向に行くかもしれませんが移動平均線がねこれから下がってきますので、まあ、そういったタイミングでは移動平均線にタッチするもしくはその付近でねまた陰線に切り替わって下落するという局面は今後もありえると思います。今のの上昇といいうのはねねあくまでも株式相場や現有相場場やが、ね、下が下りすぎてたから買い戻されるそして為替にか に関してはまあ、えー、短期間でね下がりすぎたからかわいい戻されるというところだと思いますのでこれから実体経済で、えー、悪影響出た時にはね先ほどお話しした通りもう一体、えー、もう一回ね下方向に行くんじゃないかということをね想定しながらまあ、基本的にはね、えー、吹き上げたところでショートを取っていただくというところがよろしいかと思います、えー、ただね、えー、とは言っても移動平均線と平均足のチャート非常に帰りはまだまだ、えー、大きいというところでございます移動平均線付近よりもやはりね、えー それを大きく乖離しているときは、ボラティリティが上がるという、ね、修正がありますので、しっかりと証拠金の方は保っていただきながら、レバレッジはね抑えてトレードしていく必要があろうかと思います。結局はね、上げると言っても、これから V 字回復するのではなくて、一旦買い戻しで上げるかもしれませんが、最終的にはもう一度安値につけに行くと、安値をつけに行くというところが、私の見立てという形になりますので、まあ、皆さんのね想像と含めてね想像と予想と、ね、含めて解説を 今後のトレンド戦略を考えていただければという形でございますまずはね短期的には64円を割り込むかそれ以上で推移するかそれによってショートを取るべきかロングを取るべきかというところが分かれると思いますので皆さんも一緒に考えてそのね条件が合致したときにトレードをしていただければと思いますはい以上で5ドル円の解説を終わります 今回のね、動画が参考になったという方はね、いいねボタンやチャンネル登録、そしてツイッターのフォローもしていただけば非常にモチベーションが上がります。あと、YouTube のチャンネルもね、おかげさまでもうすぐ1万人にチャンネル登録者数がなるというところでね、そうなった時にはまたいろいろな企画を考えていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録ね、まだお済みじゃない方はお願いしたいと思います。はい、今回は以上です。今週も1週間お仕事とトレードお疲れ様でした。バイバイ。